すべては楽しんでほしい。プロ野球スピリッツエースが提供でお送りいたします。なんで今回はそんなにレイチャンネルさんはクロマティ投手がクラムティ投手クロマティ選手が欲しかったんですか？そうですね、やっぱりこの写真の偉大さ、そしてあの独特なフォーム、バース選手に次ぐ後継者としてレイチャンネルの相棒が欲しかったんです。あ、そうなんですね。じゃあ今回の動画の目標は何でしょうか？そうですね、やっぱり先頭打者ホームランを勝ち込むことです。はい、どうも、始まりました、レイチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、はい、ちょっと皆さん見てください。はい、レイチャンネルが始まってね、まあ間もなく1年が経つんですけど、レイチャンネルとはね、まあ皆さんね、あの初見さんの方も増えてきたので、また説明しますと、なんでレイっていうのかと言いますとね、高橋レイ投手が好きなんですよ。でね、ずーっとね、キャプテンは高橋レイ投手でずーっとやってきました。初めてレイチャンネル史上初めてね、キャプテンをね、クロマティ選手に変えました。はい、というところでね、今回はですね、昨日のライブ配信見てくださった方はわかると思いますが、クロマティ選手の動画となります。はい、クロマティ選手ですね、今回ね、OB で外国人 OB の方で登場しました。でね、僕はね、やっぱ一番狙いだったんですよ。なんでね、もう説明しなくても分かると思うんですよね。もうね、ミートが87、パワーが81というところで、まずね、ステータスがバケモンなんですよ。あとはね、弾道がパワーヒッター、これも強いね。うん、で、その後ですね、まあ、守備はちょっと置いておこう。うん、慎重でね、だからもうちょっと守備で使うのはちょっときついんですけど、はい、いいですか、超広角打法パワーヒッターなんですよ。これね、皆さんいいですか、もう何度も言いますけど、超広角パワーヒ、超広角パワーヒ、これね、マジテスト出ますから、学校。うん、だからね、しっかりこれはね、プロスピのリアタイに入ってね、まあなんでね、そんなにも欲しかったのかと言いますと、僕ね、やっぱりね、レイチャンネル YouTuber としてね、まあリアタイ専門チャンネルでやらさせてもらってるんですけど、今までね、バース、アシリ、アッキーとか言ってたじゃないですか。そこを、あのね、やっぱり、この後、後継者っていうのをね、作りたかったんですよ。レイチャンネルの相棒みたいな。うん。で、今回ね、こんな写真がすごい、なんか、俺、こういう写真好きなんですよ。あの、バトスタの王のユーディ投手みたいな。うん。でね、こういうね、まあ、写真の選手を、まあ、自分のね、オーダーで使っていきたいっていうのと、やっぱりなんかさ、クロマティ選手使うってなんか、レア感っちゅうか、なんか、半端ないじゃん。まあ、この後ね、まあ、あの、ランキング走って撮る方とかもたくさんいらっしゃると思うんで、まあ、レア感なくなるかもしれないけど、それにしてもなんか、クロマティ選手を使いたかったんだよね。うん。はい、でね、昨日ライブ配信で累計クロマティ選手を引いた後に、ちょっとね、あの、リスナーの皆さんと一緒に、まあね、オーダー、ガチオーダーですね。はい、まあ僕、スピチャン予選も目指しておりますので、スピチャン本戦か、もう目指しておりますので、ちょっとガチオーダーについてね、考えてみたんですよ。でね、結果、はい、結果こうなりました。うん、リスナーの皆さんの意見も取り入れながら、こうなりました。はい、変わったところといえば、糸井選手がね、ライトからベンチに、なり、指名打者のギーちゃんをライトに入れて、でクロマティ選手を、指名打者に入れました。で当分ちょっとこれでやってみようかなというふうに思います。で何が変わったかというと、まあ、バッティング自体はあんまり そこまでは変わってないと思うんですけど、あの守備がね、やっぱね、ギーちゃんが C なんですよ、ライトが。で糸井選手が B なので、そこの差がちょっときつかったら今後ね、またね、変えていくかもしれません。はい、で打順の方なんですけど、はい、あの1番クロマティ選手でいきます。はい、これね、やっぱりレイチャンネルとして、なんか1番クロマティで来たらレイチャンネルじゃないっていう。1番クロマティ、2番周平さん。これレイチャンネルですと。4番バース選手。うん。こういう風にね、ちょっと思っていただきたいっていうのもありね、こういう打順にさせていただきました。まあ、あとはね、そんなに打順は変わっておりませんのでね、今後こういう打順でやっていこうかなというふうに思います。じゃあね、皆さん、はい、クロマティ選手のデビュー戦ですね。ミート87、パワー81のね、恐ろしさっていうのをね、見せてやりたいというふうに思います。で、昨日、ライブ配信でね、まあ、明日のね、動画では、先頭打者ホームラン、デビュー戦で先頭打者ホームランを打つと予告しております。はい、なんで、ちょっと勝ち込んでやろうかなと。うん。ちょっとね、あの、口数減る、多分。うん。あとね、皆さん、ちょっと応援歌にも注目です。はい、じゃあまあ、ランク戦ね、頑張ってやっていきましょう。うぉ、あごー
はい、それではね、皆さん、よろしくお願いいたします。頑張ってね、やっていきたいというふうに思います。後攻ですので、まあ、クロマティ選手の攻撃は、1回の裏というところでね、まずは有原投手でしっかりと抑えていきたいというふうに思います。じゃあね、頑張ってやっていきましょう。マジかよー、クロマティー、マジかよー、なんだそのヒットは。焦ったなー、マジでちょっと焦っちゃったわ。打ちたくてしょうがなくて、しかも広角ついてきて、広角ついてて外を投げてきたからいけるーと思ったら、まさかのー、あ、4番バースお尻おっき。はい、まあね、クロマティ選手なんですけど、まあ今後もね、大切に使っていこうかなというふうに思います。はい、ちょっとね、いいところ見したいですね。はい、バースお尻おっき。はい、皆さんね、ちょっとね、1試合目のクロマティ選手のデビュー戦が終わったところでなんですけど、ちょっとね、私事になっちゃうんですけどね、初めてランク戦でね、30連勝を達成することができました。本当に皆さんありがとうございます。いやーねー、まあね、これはね、クロマティ選手のおかげと言っても過言ではないね。はい、でですね、レイチャンネルなんですけど、まあ、プロスペ始めて、まあ、大体1年ちょっと。で、まあ、リアタイ始めて大体1年ぐらいですかね。で、初めてランク戦で30連勝達成したわけなんですけど、まあ、昔に1回 iPhone 時代の時に29連勝中の動画を出したんですよ。でね、B ランクの外小さんに抑えられるというね、で、負けるというところで、ランク戦は29連勝が最高だったんですよね。で、前回の、大会オールスター杯でですね、初めて31連勝まで行きまして、で、大会で一応30連勝は行ったことあったんですけど、ランク戦で30連勝が全然なくて、で iPad に変えてから結構ね、通信落ちが結構激しくて、25連勝中でこう試合ボタンマッチングをしたらまたブツンって切れて、急いで戻ったけどもう相手いないみたいな感じで、まあそれはね、相手の方もね、勝ちたいからね、あの、そんなのは俺のせいなんだけど、だからね、今回はマジで1試合1試合ね、もうマジで1回1回アプリ落として一生懸命やってたんですよね。でね、最後の試合が、30連勝をかけた試合がね、クロマティ選手の動画というところでね、なんかね、クロマティ選手がなんかこれからもなんかレイチャンネルにとってはなんかキーマンになってくるんじゃないのかなみたいな、うん、バー選手に引き続きだからね、ちょっとね、嬉しいなというところでね、まあこの後ね、ちょっとね、もう1試合だけ、うん、悔しいんで、あのクロマティ選手あんなヒットじゃね終われないので、ちょっとね、ホームラン狙って一生懸命ね、頑張ってやっていきたいというふうに思います。皆さんね、リアタイ専門チャンネルのレイチャンネルをね、今後もね、どうぞね、よろしくお願いいたします。もしよろしかったらね、皆さん一緒にお互いにね、リアタイ上手くなっていけたらいいなっていう概念でね、コンセプトでね、やっておりますのでね、皆さんよろしくお願い、コンセプティ、はい、よろしくお願いいたします。というところでね、またまたちょっとね、高校になってしまいましたので、ちょっとね、守備の方はね、カットしていこうかなというふうに思います。もうね、動画の尺的にもちょっと皆さん、クロマティ選手の打撃が見たいと思いますので、ちょっと守備の方はカットしますね。はい、はい、じゃあね、1点取られちゃったんですけど、まあクロマティ選手がホームラン打つので関係ないですね。はい、同点でいきましょう。じゃあピッチャー有原投手、ちょっと集中しますね。マジで集中する。ちょっとホームラン打ちたいから、うん、あかん、ちょっとまだ慣れんな、いろいろと。
まあまあまあ今後慣れていきましょう、うん、クロマティ選手には皆さんね、どうぞこれからもねあのクロマティ選手の応援よろしくお願いいたします。本当に、うん、一生懸命ねクロマティ選手もね、レイチャンネルのチームをね、強くしてくれようと思います。はい、ちょ待って皆さん、追い込まれた場面でクロマティ選手来ちゃったんで、ワンアウト満塁いきます。